ました。はい、で彼らも M1 の同級。そうです。あ、じゃあちょっとこちらの方に。おいでおいで。今日は練習じゃないみたいな。全員こう M1、 これで全員なの？あ、一人今日欠席なんですけど、はい、ここは大学の同期でもあって、声楽科の時に全員同期。あ、学部から。はい、学部から同期です。一緒に勉強しています。オペラ専攻修士1年の藤田海人と申します。声手はバリトンです。バリトンね。はい。オペラ専攻修士1年の須田龍乃と申します。声手はバリトンです。オペラ専攻1年の高橋杏奈です。声手はメゾソプラノです。ね、やっぱりなんかちょっとはい、みんなちょお宝映像になるかもしれないですよ。昔こうだったねっていうのね。いいね、そうなった。はい、仲良し5人組です。今日、はい、1人休みです。陽血です。じゃあ学部から芸大で声楽出て、はい、で修士がオペラ、はいはい、あの僕この間あのラボ M あの新国で、はい、あ、いた、あ、本当そう、結構みんな芸大のオペラのね、はい、子たちいっぱい来てるよね、はい、前見に行った時も声かけてもらって、その時学部の声楽の子たちだったんです。あのちょっとジュースをおごりましたけど声かけたら自動的に、はい、なんかこう動かなくちゃいけない。二十歳以上だったらちょっとシュワシュワ系も。あ、こうなったら声かけてくれて、ね、最初からみんなそんないい声だったの？例えばちっちゃい時からとか。どういうものなの？こうみんな当たり前のように声出してるけど、すみません、初歩的な質問で。はいはい、これはかなり人それぞれだと思っていて、僕の場合は初めて音楽を始めたのは高校生の頃で、で合唱部があって、そこから始めたんですけど、僕大学に入った時、声楽科に入った時、学部1年生に入った時は今でこそバリトンっていう声手なんですけど、テノールっていう、またちょっと違う高い声域の声手で入学して、でそこから大学1年生の頃に声を本当にゼロから作り直すっていう作業をして、あのだから全く何も歌えない状態になっちゃって、でそこからこう4年間大学生活で声を育ててっていう、声を育てて、はい、声を作る、そうなんですよ、声を作る、ゼロから作るっていうのが、あの、まあ、この声楽の魅力でもあり、ね、でその育て上げた声っていうのは本当に人それぞれ違うし、どう育っていくかも、あのこれから僕たちは自分でも分からないし、どういう声になるかワクワクしながら日々過ごしているっていう、うん、まだまだ育っていくわけ、まだまだ育っていきます。これから10年20年先の舞台でどう歌っていきたいかっていうのを考えながら、今歌うレパートリーであったり、うん、そういうものをあの取り組んでいって、うん、その中でどういうふうに声が育っていくかっていうのを僕たちは楽しみながら、普段稽古であったり演奏会であったりというものに出ています。うん、すごい、うん、先生大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。全監督も全然大丈夫です。こんな笑顔で喋れるんだと思って、ね、声を作る、声を育てる、ね、僕が、歌おうと思ったのは、中学3年生の時に、うん、中学の時は、うん、あの吹奏楽部をやっていたんですけど、うん、その吹奏楽部で、あの歌を、違う、オペラの曲のハイライトみたいな感じで、そのコンクールに出るにあたってオペラの曲を楽器で吹くっていうのをやった。クラリネットやってました、ね、はい、まあ、何も考えずに吹いてたんですけど、その時に、まあ、オペラってどんなのがあるのかなっていうふうにその YouTube とかで見て、そのなんだろうな、まあ有名な音源を聞いて、あ、歌っていいなっていう、すごいかっこいいなって思っていて、であの中学の音楽の授業で、まあ、歌うのも好きでしたし、割となんか歌のテストとかでも褒められる方だったので、あ、歌っていいなって思って、で地元の高校ですごい合唱部が強いところがあるらしいよっていうふうに、愛知県の岡崎高校っていうところなんですけど、合唱部に入ってそこの先生に合唱とか音楽を、声楽も学んでっていう感じで、で受験を、東京芸大の声楽科に受験をしまして、合格できたという形です、ね、で声を今作ってるところ、声は、はい、どうですか彼の声の、互いにこう同級生と声の作り方、僕は声の作り方というか、僕はですね、あの地声は、まあ、
普通なんです結構。でも彼はまあ声聞いていただいても、地声がなんかもう地声からすごいいい声っていう、まあそういうパターンもいます。あの歌声と地声がちょっと変わるよっていう人もいれば、歌声のままいい声でそのまま歌うっていう人もいますし、もう本当に結構いろいろさまざまな。タイプはちょっと違う。まあタイプはまあどうでしょうね、違うかな。身長も結構違います。違うかなってなりますね。いろいろ個性があって、ね、はい、声楽を目指したきっかけを、声楽を目指したきっかけは、オペラを目指したきっかけ、褒められることが好きだったので、自分が褒められる分野で、みんな好きだね、褒められることは、ね、はい、ね、好きで、はい、中学は剣道部入ってて、剣道部だった、ピアノはずっとやってたんですけど、で、受験どうするってなった時に、なんか自分の能力に合った高校を選ぼうって書いてあって、私勉強はそこまで得意じゃなかったので、歌褒められてるし、歌で行こうかなみたいなノリで、カットしてください。ノリで、高校が音楽科というか、その音楽コースが併設されてる高校だったので、そこに進学して、で本当は音楽音大行く気なくて、音楽ってやっぱこう、で儲からないし、こう生活が苦しいしっていうのも高校生で考えた。高校生で思いました。で両親に言われた。あ、いや、自分で考えた。いや、公務員が絶対に良くて。で誰が考えた。私です。自分で考えた。考えます。すごい。そう、公務員が良くて。両親公務員。いや全然、サービス業サービス業、はい、で公務員が良かった。東京学芸大とか、うん、群馬大学の音楽の教育の方を目指しててなんですけど、あ、やっぱちょっと音楽やりたいかもみたいな感じで芸大を受けて、受かって今ここにいるみたいな感じです。そしてオペラは、あ、オペラは、オペラやりたいかなっていう感じであ、でも北見さんと同じように演じるのは好きです、ね、多分将来的には公務員オペラ、あ、将来は、あ、でも一回なんか自衛隊の音楽とか考えた、なんか一応剣道2段持ってってするし、いいかなと思ったんですけど、今はこう安定を捨てて音楽で頑張りたいと思います。先生、なんかみんな明るいですね。いや、みんな明るいですよ、あのオペラ専攻は。これやっぱりなんかこう必須な、なんかやっぱ演じるとか表現するとか。そうですね、声、当たり前だけど声が出る。先生も明るいですけど。先生もね、どうしてもやっぱり舞台で表現する人たちなので、うん、自分をどう出すかっていうことが日々やってるもんですから、ね、明るいですかね。ね、明るい。なんかやっぱりこうみんなこう見られてる、そしてこう見せるっていうね、そこはちゃんとこう意識できてるので、そうですね、日常のコミュニケーションもすごい活発な感じがして、はい、それでオペラを作っていくと、どうしてもこういう同じ学年で、うん、しっかりした仲間になって、うん、でそれぞれがこう補い合ってこう本番に向かっていくので、うん、そのグループがいつもすごくこう、なんていうんだろう、学年ごとがね、結構 ねできて素晴らしいと思いますけど、楽器の人っていうのはやっぱり楽器を変わってで、はい、そこで一つ楽器ができてるんですけど、我々はここに最初から持ってる喉を、と体を作っていかなきゃいけないので、もう歌い手だとしたら、歌い手が終わるまでずっと訓練して、こう上達していかなきゃいけないっていう感じですかね。で、あとこの、最初からある楽器っていうのは選べないので、選べない、もういただいたものを使うしかないので、この辺は具合悪い時にちょっとこう入れ替えてっていうのを考えたいんですけどできないので、うん、もうそこと付き合っていくしかないですかね、うんうん、楽器がそれぞれ違うので、違うから ね、管楽器でいうともう管の太さも違うわけで、一人一人がやっぱりその筋肉の強さだったりっていうのもそれぞれの段階があるので、うん、その時に、ね、この人はもっとこっちを使おうと、この人はもっとこっちとかっていうのを見定めて指導していかなきゃいけないなと思って、先生はもともと歌も僕は声楽をやってまして、やられてたの、はい、3年前にイタリアから帰ってきまして、うん、それで、まあ、それはミラノにいたんですけども、うん、その後に、まあ、コロナのちょうどなるっていう時に日本に帰ろうかなと思ってる時に他の大学からお声掛けいただいて、それで日本に帰ってきて、で今は、まあ、大学で教えることと、あと東京に行き会ですとか、あと、まあ、いろんなオペラのプロダクションですね、に音楽スタッフとして入りながら、
こととあと自分の指揮の演奏活動とその並行して教えるということをやってます。はい、これきっと、まあ、これ YouTube チャンネル芸大の、はい、まあ、芸大の学生、現役の学生も見るし、きっと芸大にこれから憧れてるような、こう例えば中学生とか小学生とか高校生たちもこう見てるので、はい、何か先生たちからこう芸大の声楽の、まあ、オペラのこう魅力を改めて若い世代にも向けてちょっとそうですね、はい、芸大はやはりまあ一応日本では最高峰と言われている優秀な人たちが集まってきて、で学部の声楽科だけでも本当に優秀な人たちがたくさんいて、そこからもこう選抜されてみんな大学院に上がってくるので、もう彼らなんかはすごいトップクラスの人たちなので、そういう人たちがまあ今一緒にこう演奏会を作ったり、オペラを1曲定期公演で作ったりっていうのはかなり魅力的なことなので、その公演をぜひ見ていただいて、うん、憧れていただければと思いますけど、やっぱりね、こうやっぱり高みを目指すのがよりね、個人を高めることにもなるわけですよね。はい、久米田先生からこう例えば他の大学とか、まあ、ミラノのこう本場とか見てて、はい、この上野のこう上野の上野のそうですね、上野の動物園もあるし動物園もあるそうですね、やっぱり一つ思うことは、皆さんすごく素直に勉強してるなというのはすごく感じていて、明るいクラスで、なんかまあただこう見えてるけどすごく悩んでるんですよね。その大学院っていうのは特になんですけども、やっぱり声楽としてどういう声を出していくかとかっていうことをまた考える時期にも入ってる、すごいナイーブな時期というか大変な時期だと思うんですけど、その中でただ彼らの素材はすごくいいものを感じているので、そこからどういうものを引き出していけるかなっていうのをすごく気をつけながら僕もやってます。で何しろピアノの先生も含めて演出の先生も含めてすごく素晴らしいスタッフが揃っている授業なので、このクラスだけじゃなくてハイライトは金曜日のクラスも別の指揮者の先生がいらして、でそういう手厚いなんか指導をして、いろんな方面からいろんな可能性を学生たちのを開いていくというかな、花開く、どういうふうに花開いていくかっていうのをいろいろな人たちが見守っているクラスだと思うので、すごく、うん、その前一端を担うとし責任をすごく感じてます、ね、はい、はい、すみません、今日はね授業の間ちょっとお邪魔しまして、はい、ありがとうございました、はい、じゃあちょっとせっかくだから最後にこの、ね、2人の歌声は聞いたけども、この3人の歌声もちょっとぜひ。Saper potesse almeno il segreto del suo cor. Ritirato io lo credeva e lo trovo qui vagante. Sì, un sospetto stravagante mi fa nascere desì.買っちゃいますね、もうね。
歌い出すとね顔が変わりますよね。もうねびっくり、はい、歌声聞けてよかったわ。話だけでは全然ちょっとね、はい、ありがとうございました。彼は歌う全部やらなくて立ち顔で聞いてくれ。食でご飯食べてたら分かんないもんね。あ、そうですね。みたいな。